はい、時間があるので適当にいっぱい撮っていきたいと思います。ここか、ここはまあ安定の上ですよね。アルファが、このスナイパーの山から抜けるところにあるので、まあこっちからはあのアルファの上に乗ってガン見するっていうのが一番いいと思います。まあそれかこの相手側の施設の中に入ってショットガンやるっていうのが個人的に強いかと思います。ぬっ、ここ呼べるとこと呼べないとこあるんですよね。起伏があるんで、ね、相手も乗ってくるんですよね。適当にやりましょう。当たんないよね。乗り物にホットプラズマタなんて当たりません。おー、白煙の腕は今、マジか、ちょっと待って、それは焦る。あー、今当たったでしょ、マジか。殴れなかったり、あれですね、ダメージ入らなかったり、いろいろ忙しいゲームですよね。そこ詰められたら終わるな。大丈夫か。あー、危ない。スレスレか。首の皮1枚で繋がってんな、このマップは。いや、毎回、人数差負けてるのどうにかなんないですかね。人数差あるゲームって非常に面白くないですね。あー、危ない。あー、これは落ちないな。持ってきた。終わろうか。よし。ナイス。よし、頭抜いて。行きましょうか。ここ強いんですよね。まあ、取ってる側から見て強いんですけど、こうやって見れるんですよ。見れるから来たらぶっ放すから、まあ、ブラキャ持つのもあんま良くないですけど。こうやって見れるんですよね。あー、飛んだ。カモメが飛んだーってなんでしょう。こうやって見てるやつは鉄板だ。当たんねえ。逃げたかな、死んだかな、死んでないか。おっと、あの足元にポイントっていうのが一番強い。スナイパー見てるかもしれないし、あんま動けないですね。いっとる。ちょ、敵普通に通しとるやんけ。めっちゃ飛んだ。当たんなかった。あー、落ちちゃった。あー、もう一人乗ったな。人変えればよかったか。プラキャはプラキャで強い。お、当たんなかった今の。ああ。しかもリロード間に合ってないし、なんかおかしいですね、サバ。ああ、どうなった。ブラキャって予測打ちっていうのが一番決め欲しい。大きい。強いですね。ああ、まずい。終わるか、そこ10が間に合う。こっから、ここって強いんですよ。こうやって。ほいほい。
投げて、あれは止めれるんですよね。ほら、ね。ここ非常に強いですね。これ入れないな。非常に危ないです。止めていったら、止めれるかな？ちょっとずれた。ああ、ダメか。あそこ何やってんの？いらんでしょ。おほ、なんだ今の、ああなんだ今の、よし、しかしリンクがないな。ショットガンやっていきましょうか。スキャンされたら怖いんですけど、補充できなかったのでアサルトショットガンに変えました。こっちから攻めてみる。おっと、どこだ、上か、ああ、あんなとこ。じゃあこっちから攻めていきましょうか。この中のショットガンっていうのはすげえ強いんですけどね。ああ、いけなかった。参ったなぁ、完全に硬直状態ではありますよね。あー、しかも消されてる。これはいかんなぁ。お、これは開けそうですね。ん、あ、よし、もうちょっと邪魔。あー、突っ込んで一嵐するっていうのしかないと思うんですけど、行きましょう。わあ、自分のコアロで死んだ。そんなことがあるのか。しゃあない。しゃあない。リンクはあるからコンバットで。アサルトで装備するって非常に強いんでね。よしよしよし、ここ取れたらいいんですけど、頭一本抜けるかどうか。あー、抜けなかった。でもやってくれるでしょ。ナイス。あいろいろ飛んでくるな。大変ですね。さて、10対12か。どんどん人減ってくな。最終的には7対8ぐらいになるんじゃないでしょうか。ジャンプができないで、あそこのレール見てるんですよね。お、怖え。また飛ばしてくるのあれ。やばい。で、あそこのプラキャ見てるんですよ。めっちゃ怖いっす。嫌ですね。非常に嫌らしいです。よいしょ。あんま見合いたくないんですよね。お見合いするとこっちが負けるんで。ナイス。じゃあ取る。おお、危ない。取るとあのレールガンが見てるんですよね。さてどうしたものかと。見てみようか。こっち見ましょうか。適当にコアを投げて。このボス強いんですよね。意外とみんなこっち見てたりするんですけど、暇
回ったらこっち見るとするんですよ。ちょっと、アルファを取る勇気はないな。いや、あのコンテナ村に、出てきた。あのコンテナ村は壊ろうかしら、ちょっと待って。こうやって見てるのもいいんですけど。エイムがへまる。で、逃げれるんですよね、ここ。全然逃げるのに余裕があって。取れるかな、頑張って。取ってくれましたね、素晴らしいですね。ここ、コアロ投げて、予防。ダメか。今ので足止めできたでしょう。さて、リンクがなくなり始めてますね。足していきましょうか。手がかじかむ。よいしょ。よいしょ。で、ここで。コアロカスを投げて。コアロカス割と飛ぶんですよ。これ詰めるか。巻き菱みたいに俺自分をコアロカス投げるんで。さあ動けなくなった。こっちも投げたいけど、じゃあちょっと1個しかないんで、当てられるコアロカス当たんない。あそこの戦車は怖いですよね。あ、動いたな。あ、チャンス。ここ見んの強いですよね。ここにはプラキャで抜かれるっていうのもあるんで、過信はできないんですが、相手の配布はこまめに消して、今リロードしてるときチャンスなんですよ。もう終わってるかも。さすがコマンドだから耐えるからな。ここはシールド回復を生かして戦いましょうと。でここガン見なんですよ。で、変えてなかった。やばこれ飛ぶな。危ない。コアルカス避けていきます。なんでしょうか。いや、ミーアサとかアレアサだともう耐久差で負けちゃうんですよね。あそこはなんとか後ろから一方的に打っていって勝っていきたいんですけど。ここでも見てるっていうのが一番強いんですけど、あれなんで強いポジションは、ここですよね。ここでコアロカ投げて、裏とかやったり、そこ、相手側からすると、さっきコマンドいたんですけど、行きたいんですけど、ここの裏、このコンテナ裏とか非常に強いです。で、こっち側から強いとこってここなんですよね。なんでかっていうと、スナイパー通らないんですよ。この壁で、ここを見れるし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 、みたいな感じでいいんじゃないでしょうか。敵多分あの施設の中にいると思うんで、こうやって見れば、なんとか。すげえ乗ってくるな。あれ、全員乗ってきてるかもしれんな。アルファこうやって見ましょうか。リンク出しておきましょう、万が一のために。よいしょ。アルファ鳴るな。ここアルファ見れるので強いですよ。こっちから見ると敵側からスナイパー撃たれちゃうんで。何しとるんだあれ。落ちたな。でも乗ったか。でも頑張ってくれてんな味方。いいでしょう。今いた？いなかった。
ここは、まあここで待つのはあんま意味ないし、あの山とか強いですよね、地味に。まああれは赤線ゲーに押し込まれた時とかじゃないとあんま使わないんですけど、こうやって攻めたら、やっぱこっちもわかるんですけど、あ、強いんですよ。こうやって来たら、こうやって来たら、もう全身晒すんで、この時点で。出るときは、まあ、こうやって押しながら出てみたいな感じで。それかもう、一気にもう、体力あるなら、耐久あるなら駆け抜けて、ここでこうやって、で、ダメージ与えてからの、打ち合いみたいな感じで。やっていけばいいと思います。いなくなったな、敵が。あ、来た。よし、ナイス。下行きましょうか。あー、来るかな。あー、朝蛇がいるのか、怖えな。こっちも同じで、あそこ強いんですけど、コアロカス投げて飛ばすとか、そういう感じですよね。こう取られたらコアロカス投げて、あー、見逃し、ナイス防備だよね。こんな、まあいいですね、こんな感じで勝てると思います。んで、次に敵が来るとしたら、あそこの山からわーって来たり、まあ、普通にそこの建物の入り口から来るんで、まあ、ショットガンに変えて、開幕も強いんですけど、開幕ここでショットガン持ってると絶対こっから来るんで、ドーンドーンドーンって感じで、まあ、まあ大体打ち勝てるっていうか、もうなネズミ取りみたいな感じになっちゃうんで、相当強いですね。であとはこことかで見るって、ここでも全身さらすんであんま良くないですね。よくジャンプヒットとかでここ乗ってる人いるけど、どうなんだろうね、あんま強いとは思わないかな。よいしょ。あら、あとはこうやって一ちゃん上に、まあ、例えばああいうリンクがあったら、フラックスだけなんですけど、こっちから、これタイミングよくこの上のリンクに向かってフラックス投げると、リンク消えるんですよ。それを知ってるか知ってないかで全然違ってくると思います。あとは、あんなところにリンクが。ダメだな、腕が。こうか、よいしょ。ということで、あとは反則的に強いのは、反則的に強いって言ったら、もうここのマップはもう普通にスナイパーで見てる。あー、くっそ、チャージャー積んだ、らしい。あー、やばどっから撃たれてんだ。朝蛇か。今の、うわー、今の投げてくるよ。死んだか。極論言うとアルファをスナイパーで見ていれば一番強いんですよ。だけどそれじゃあまりつまらないので、
解説する間もなんか壊されるな。まああそこはマスドラ持って持ってマスドラ持って見てるよ、見てると強いですって話ですよ、ね、ああ消されたな。大丈夫、気づいてないのか、近くで湧きすぎて気づかんのか。あ、止まってんだリンク。ああ。マスドラ楽ですよね。よいしょ。ほら。いつ湧くか怖いって、あんまりっていう段がね。後ろ人がいるよね。よし。ここが強いのはやっぱりコンバットで見といて、まあ、適当にマスドラぶっ放せば。これ強いでしょ、めっちゃ強いですよ、これ楽で強いんで卑怯なんですね。まあ、FPS に卑怯もそうもないですけど、強いでしょ、感じで登ってくるのを適当に予測打ちすれば死ぬんで、あとまあプラキャ持ってればああいうとこも抜けるし、マスドラが低いんで次見て連打してくる人がやっていくんじゃないでしょうか。あどうない、いやコンバット届くんで、あんまりは余裕ありますよね。強いんですよ、ああやってマスドラ特有のこの軌道があるんで、こうやって打てばもう完全にあの通路封鎖できるっていうのも強いですね。ああ今の逆にプラキャで抜かれたな。で次にプラキャは、プラキャここ強いんですよね、まあ、マスドラの方がここは強いんですけどね、基本的にマスドラよりプラキャの方が強いんですけど、こもりマップとかこれはマスドラの方が、非常に当てにくいところですね。あ、ドッジボールしてんだ。当てづらいところにいるな。あれじゃ当てらんない。当てらんな。めちゃくちゃや。あーそろそろキッキング戦と、まずいですねこれは。ハッキング無理くれ入りましょうか、きついですよ。あー負けちゃったか。まあこんな感じですね。基本的にスナイパーで見てるのが一番強いと思います。で次にまあマスドラとかで上取って、まあ、アルファ見たりあの通路見たりするのが強いと思います。まあ、基本的に上の取り合いなんで、まあ、ここは戦術あんま関係ないですよね、まあ、いかに数で押せるかと、まあ、味方が場にいるかっていうのだと思います。ということでクソマップの解説でした。こんな感じだと思います。ああ、